スタートです。聖書メッセージの時間となりました。感謝いたします。では、最初のお祈りいたします。天の地神様、この聖書メッセージの始めから終わりまで導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。少しこの伝えるということは、説明、また普通の説明とこの見言葉を伝えるということは、まただいぶ違うですね。 私はフルタイムまた教会で講談会日曜日お話また詳しく聖書をひもとくものでありません教会一般信徒です聖書を読んでどう応答するか聖書とどう向き合うかについてほとんど応答に近いですね証として聖書を読んでどう このししく応答できるかを訓練しています今日はこの、えー、聖書の新約聖書の人の働きの、えー、8章ですね、えー、人の働きも8章になって、えー、8, 章 8, 8回になりましたですね、えー、8回で人の働きの8章ですね、えー、ちょっと語呂合わせにな,な,なりますけど、えー、この7章はステパノのこの殉教のステパノがこの 熱烈、えー、なあこの証ですね、えー、この7章の1節に大祭司はその通りかと尋ねた、えー、そ,こねそこで、えー、スペパノは言った兄弟ち父,父たちを聞いてください私の父アブラハムが原に住む以前またはメソッピアに、えー、メソポタミアにいた時栄光、えー、の神が彼に現れて到底、えー、それからずっと7章の、えー、この えー、48節まで、えー、これですね、えーえー、45節まで言ってますね、えーえーだえーまあ、46節からお読みいたします大、えー、では神の前に恵みをいただきヤコブの神のために見住まいを得たいと願い求めましたけれども神のために家を建てたのはそのもんでしたしかし糸高,方、えー、糸高き方は手で作った家にはお住まいになりません 預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座。地は私の足の足台である。あなた方はこれをどのような家を私のために建てようとするのか。私の住む、休むところとはどこか。私の手でこれらのものをみんな作ったのではないか。と言って、えー、このご実説で、 堅くなで心と耳とにかつれを受けていない人たち、あなた方は、夫婦たちと同様に、いつも精霊に逆らっているのです。本当に力強く死を覚悟して、えー、裁判を受けていますので、えー、イエスと共に、えー、その十時間かけられる覚悟をして、ス,ステパノは、本当に、えー、精,神精霊をかけて証ししていますね。まあ、その結果、この石打ちになって、五、え、条、ー、節から、 人々はこれを聞いて腹渡が逃げ帰る思いでステパノに向かって激しりした。しかし精霊に満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言った。皆さん天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに殺到した。 そして、えー、彼を町の外に追い出して石で、えー、打ち殺した。商人たちは、えー、自分たちの着物を触るという青年の足元に置いた。えー、こうして、えー、彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは死を読んでこう言った。主イエスよ、私の礼をお受けください。そしてひ,まずひざまずいて大げでこう叫んだ主をこの罪から彼らにお忘れないでください。えー こう言ってについいた。す、まあ、すごいですね準拠、ステパノはその、えー、死を覚悟してこの議会の自分を裁判つける人々に初、えー、めから終わりまでその,その歴史について説明してイエス様の,ためのことを説明した感謝いたします、まあ、このことによってステパノは殉教する。 しますけど、えー、このな長きからこの今日はこの発祥、えー、ですね、えー、この発祥から特に基礎の働きステパノは丁寧に、えー、詳しく説明しましたけどこの特に、えー、見言葉で、えー、するとこの35節ですねこの カンガンに行った、このピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べされたということで、私もこのに YouTube でお恥ずかしいですけど、聖書とそのこと、聖書を読んでどうとするか、一人のクリスチャンとしての証ですね、ちょっと見苦しい、本当にお恥ずかし、い、聞くに耐えないものですけど、御言葉が何を教えてるかを このチャレンジししていいまます。す、えー。感謝いたしますでは早速 <laughs> 今日の前置きが長くなりましたけど、えー、人の働きの発祥からですね、えー、ピリポもステパノと同様に詳しく説明して肝がんはすぐにイエス様を信じて、えー、バプテスマを受けましたあエチュピアの肝がですね、えーはい、では早速、えー、その人の働き7週間の <laughs> ステパノからの間の、えー、続きですけど今日は人 <coughs> のたるき発祥ですね、えー、サウルはステパノを殺すことに賛成していたその日エルサイムの教会に対する激しい迫害が起こり人たち以外のものは皆ユダヤとサマリアの招致票に散らされた経験な人たちはステパノを葬り彼のために非常に悲しんだ、えー、サウルは教会を荒らし家々に入って賊も女も引きずり出し 次々に銅に入れた他方を散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いたピリポはサマリアの町に下っていき人々にキリストを述べ伝えた群衆はピリポの話を聞きその行っていた印を見てみな揃って彼の語ることに耳を傾けた <laughs> 汚れた霊に疲れた多くの人たちがからはその霊が大声で叫んで出ていくし 多くのチューブのものや足のなえたものは治ったからであるそれでその町に大きな喜びが起こったところがこの町にシモンという人がいた彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし自分は偉大なものだと話していた小さなものから大きなものに至るまで あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ、泰能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは長い間、その魔術に驚かされていたからである。しかし、ピルポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた、彼らは男も女もバプテスマを受けた。 シモン自身も信じてバブテスマを受けいつもピリポンについていたそしてしるしと素晴らしい奇跡が行うのを見て驚いていたさてエルサイミのいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いてペテルとヨハネを彼のところに使わした2人は下っていって人々が聖霊を受けるように,に祈った彼らはシュイエスの皆によってバブテスマを受けていただけて 聖霊がまだあ誰にも下っておられなかったからである。二人があ彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと、御霊が与えられたのを見た。シモンは人たちのところに金を持ってきて。私が手を置いたものが誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。ペテロは彼に向かって言った。あなたの彼はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で 神の賜物を手に入れようと思っているからですあなたは,このこ,とについてはこのことについては何の関係もないしそれに預かることもできませんあなたの心が神の前で正しくないからですだからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさいあるいは心に抱いた思いが許されるかもしれませんあな,たをあなたはまだ苦い単純と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています シモンは答えて言った。あなた方の言われたことが私に何も私に起こらないように私のために死に祈ってください。このようにして人たちは厳かに証しをしまた死の言葉を語ってのち、エルサムへの人につきサマライ人の多くの村ででも福音を述べ伝えた。ところが死の使いがピリップに向かってこう言った。立って南へ行きエルサレムからガザに下る道に出なさい。 このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチ,ピエチオピア人の女王、カンだけの交換で <coughs> 女王の財産全部を管理していた。カンガンのエチ,オピアエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにサ斎に登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者のイザヤの書を読んでいた。 御霊がピリッポに近寄ってあの馬シャと一緒に行きなさいと言われたそこでピリッポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたのであなたは読んでいることがわかりますかと言ったするとその人は導く人がなければどうしてわかりましょうと言ったそして馬シャに乗って、えー、一緒に座るようにピリッポに頼んだ彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった お振り場に連れて、えー、行かれる羊のように、また黙々として今日狩る者の前に立つ小羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命のことは地上から取り去られたのである。観ン,ンはピリッポに向かっていった。預言者は誰についてこう言ってるんですかどうか教えてください。自分についてですかそれとも 誰か他の人についてですかピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に登ったいた。道を進んでいくうち、水のあるところに来たので、カンガンは行った。ご覧なさい。水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかそして馬車を止めさせ、ピリポもカンガンも水の中へ降りていき、ピリポはカンガンにバプテスマを授けた。水から上がったとき、 主の霊がピリポを連れ,、えー、連れ去られたので、カンガンはそれからのち彼を,を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはあざとに現れ、すべての町町を通って福音を述べ伝え、帰ザらに行った、えー。感謝いたします。えー、特に、えーまあ、ピリポの35節ですね、働き、えー、ピリポは口を開き、この聖句から初めてイエスのことを彼に述べ伝えた。えー この,、まあ、その特別に伝道する、まあ、イエスも十二で子使疲れていますが現代、えーこのまあ,あ訓練するためによく進学を行って、えーえー、働きますね、はいえー、このように今日はこの、えー、もうクリスマスも近いですのでこのイエス様があ私のために来られたことを紹介して終わりとさせていきたいと思います、えー、本当に、えーえー、聖書を読んでの、まあ、応答ですね えー、まあ、イエス様を紹介いたします。えー、これはマタイの福音書の一章の18節から25節ですね、えー。イエス様、クリスマスが近いですので、このイエス様を知ることを願いつつ、えー。イエス・キリストの誕生は次の世であった。その母、マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、精霊によって妙無になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたく。 なかったので内密にさらせようと決めた、えー、彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダイビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っているものは精霊によるんです、えー、マリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です こすべてのできことは、主が預言者を通して言われたことが成就するためだった。身を、処女が見こもっている、そしておの子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ルセフは眠りか冷め、死の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで感情を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。<laughs> 感謝いたします。えー、この聖書は一貫として、えー、この創世記の一章の一節からあ、この最後のヨハネの目視力まで、私の救い主、イエスの、救い主、イエスキリストのことが示されています。えー、この少女、誠の、この天と地を作られた神様が、少女マリオを通して、この神様自身、神様子供を、イエス様をこの世に使わしになりました。感謝いたします。えー、クリスマスがもう1ヶ月余りですね、このイエス様が。 罪のない、えー、全く罪にない、えー、この神様、自身神様が、えー、この十字架で私の罪、あなたの罪、この全人類の罪のために、えー、尊い血を流して、えー、この救いを救済、完成されました。そして、えー、3日目によみがえって、そしてケパ、えー、をはじめ500人の方々に現れて、そして、えー、天に生まるとき、また来ると約束されて、精霊を終わっりになるとか、精霊は五0節に下りました。 この私の信じるところの、父の神様。今、イエス様、は天の右天の父ザ右の右のザン、あって、祈っております。この私の信じるところの、父の神様。このイエス、様、聖霊なる神様。この三人一体の神様に感謝いたします。このイエス様を信じて、永遠に生きる命。 えー、幸いに恵みに扱ってほしいと願うものです、えー。一人として滅びることなく命にあざることを望んで、えー、このメッセージ、えー、これも今日は人、えー、の働き、発祥からピリッポが簡単に、えー、イエス様のことを詳しく説明したことを感謝いたします。えー、もうすぐクリスマスマです、ねえー、このの聖書を通してまた えー、聖書的な教会において、あなたも個人的に、イエス様を信じる幸い、恵みに扱ってほしいと願うものです。え感謝いたします。えー、このメッセージを感謝して、えー、イエス様のお名前によってお祈りい,いたします。雨、えー。感謝いたします。えー、このマサートの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願いいたします。えー、イエス様を信じる魂となりますように、えー、次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。マサートでした。シュエゲネス、パションブジュ、シャロム、シャラム、シャロム、